best。渋カジファッションでご登場いただきました。デニムじいちゃん&チノマン、当時の爽やかな聖子ちゃんカットを再現し、アイドル全盛期を彷彿とさせるお姫様系ファッション。今若きも皆が洋服にお金をかけていたあの時代を思い起こさせます。ビビッドなカラーとキュートでありながらも時に凶暴さも匂わすスタイルはちょいバズ少女の憧れ伊達の入場です。横浜的お嬢様スタイルとも言われ、当時の女子中高生に大きな影響を与えた登場です。当時はこのチェッカーズファッションを真似する男子が巷にあふれました。元祖原宿系とも言われるこの攻撃的可愛いファッションフィーチャーからマーティーが抜け出してきました。映画の大ヒットだけでなく劇中のマイケル・ジェイ・フォックス、とにかく熱いすいません、あとね、帰り際にちょっとボディコンのお姉さんの電話番号聞いてからびっちりと決めて帰りたいと思います、僕唐沢さんによく前髪が長いといじられるんですけど、今日本当特に長くて本当早く撮りたいレベルにこうぐにゃぐにゃしてます。今日はよろしく。もう入って充血してるもん目がもうですね、2017年ゴールデンウィーク映画化決定、やったー、出ました。このまま世界、俺はもうほとんど台本がない寸劇状態でやる。いや台本あるはずです、はい、あるはずです作ってください。お願いします。期待しております。本当にこう幅が広すぎて、もうエンターテインメントでありコメディでありすごく泣けるシーンもあるし、ちょっとラブもあるし、もうどこをこう攻めていくのか全くわからないんですけど、まあ、とりあえず犯人を捕まえるってことだけは決まってますもんね。決まってるんじゃないかなとはそこだけは、そこだけはルールだけはあるしっかりと刑事の仕事をしたいと思います、はい、期待しております。ありがとうございます。